こんにちは。今日は僕が小学生の頃にやってた自主練習を紹介したいなと思います。で、自主練習、普段の練習、夏休みは時間があるので、外で壁当てをやってたりっていうのもそうなんですけど、この家の中でストレッチをしたりだとか、あとはこうボールを持ってグローブにパンパン投げる、それで握り替えを練習する、こういうことをよくやってました。で、夏休みなので時間があると思うんですけど、それを計画的にやってほしいなと。だからカレンダーに書き込むとか、今昼間は暑いので朝の時間に外で何か練習するとか、こういうのを計画を立ててやる、その計画を立てること自体もすごいいいトレーニングになると思うので、この自分のやることっていうのを計画を立ててプランを立ててやってほしいなと。その中に勉強も盛り込みながら、この自分の成長につながるように、そして少しでもいい時間を過ごせるように計画を立ててやってほしいなと思います。今日の話は以上になります。